僕のオルガニストとしての仕事は簡単に説明すると、平日月曜日から金曜日まで12時と17時と2回ずつ礼拝があって、そして週末に土曜日の夜と日曜日の朝と大きな礼拝を弾いています。あんまり僕デスマスで話したくないな、硬いね。日曜日の礼拝はやっぱりその一番力を入れなければならないメインな仕事なので、まあ、日曜日の朝だけは気合い入れて朝早く7時に起きてコーヒー飲んで庭にある花たちをめでる。平日は朝10時ぐらいから始まって、家で作ってる自家製ヨーグルトがあって、くるみパンっていうのが買える、うちのすぐ裏でとてもいい香りがする。でそれをまあ食べながら午前中は大抵ゆっくりすることができる。朝8時から8時40分ぐらいまでリハーサルして、朝食を食べに行って目玉焼き食べて、朝10時から11時までが礼拝。広い空間の中でオルガンはどうしても遠いところにあるんだけども、何か遠いところで勝手にやってるっていうふうに聞こえないように、どうしたらその人のそばに近寄っていくことができるのか。オルガンの演奏技術だけではなくて、距離感を縮めるのはやっぱりコミュニケーションだと思っていて、今日の礼拝でも合唱団がいて、もちろん牧師先生がいて、みんなで作っているチームがあって、人と人とのつながりがある上にあるからこそ音楽が響くなっていうのは感じられる。礼拝はやっぱり自分が帰るべき場所、今目の前にあることに必死になっている中でも、で本来あるべき場所をきちんと思い出させてくれる場所。日曜日の礼拝はやっぱりそのどの本番よりもどの演奏会よりもどの礼拝よりも一番力を入れなければならない。それが終わるともう大抵どっと疲れちゃうから、日曜日の午後にはあまり電話はもらいたくないかな。落語を聞きながらゆっくり寝たい。シティフツ教会はバーデンビューテンベルク州というドイツの州の中の主教会で、ドイツの中でもトップクラスに教会音楽に力を入れている教会、大変歴史のある教会です。まあ、すごくそうドイツに住んでいてすごく思うのが、やっぱりその教会のバックアップがとても強いということ、そしてドイツの中の教会音楽の位置づけがとても大きくて、オルガニストの活躍する場所がとても充実している。金銭的な面であったり、楽器の保存、演奏家を招くためのオルガナイズ、そのどれを見ても抜きん出て充実しているのがやっぱりドイツの教会。教会のオルガニストとして所属することになると、そこの教会の鍵をもらえる。練習場所も働く場所も教会の中になった。音大の練習室ではなくてこの空間の中で、そうなるとなんか自然とそのなんか練習の仕方も変わる。その音楽が求められている本来の姿に立ち返ることができる。パイプオルガンの音楽が流れる本来の場所っていうのはやっぱりこういった空間だったわけで、同じように流れている音楽でも演奏の仕方が変わるし、取り組み方が変わるし、鳴っている音が変わるし、自分のその音楽に対する聞き方も変わってくる。正しいこと話さなきゃって思って話せなくなっちゃうんだけど、そうでも、うん、なんかこの生活がこういうふうになってきたことによって、自分の演奏がすごく
もっとなんか近づきたかったところに近づけてきているっていうのを感じてる。He's worked many years with us now, and he's always very pleasant and a nice person. He's the best.一番記憶に覚えてるのが、姉がピアノを始めてて、僕があまり相手にしてもらえてなかった、家の中で。母親から構ってもらいたいっていう自分の願いがあって、6歳の時からピアノを始めて、青山学院中等部をきっかけにパイプオルガンの世界に出会って、高校2年の時から音楽を専門的に学び始めました。挫折、練習しなくてもできていた時代があって、それでできていると思い込んでいた時期があって、このままじゃいけないなっていう風に一番最初に気づくことができたのが大学3年の頃かな。自分が思い描いていた演奏が全くある時できなくなって、もちろん練習しなかったのはできるわけがないんだけども、自分ができないことに気づく瞬間っていうのはやっぱりちょこ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 あって、それが一番成長のバネになったかな。いい人との出会いがあって、紹介を受けて僕はここのシティフツ教会に来ることができて、その年に念願だったニュルンベルクのコンクールで優勝することができて、それから一気にいろんな扉が増えて、自分のもちろんまあ努力だったり運だったりラッキーだったりあるけれども、やっぱり人とのつながりを経て、それがなかったら今自分はここにいないと思うし、誰に出会うのかが特に大事かなって今思う。公園に行くのはとても大事です。人間の生活をしているということを取り戻す時間、風が流れてるな、落ち葉が落ちてきてるなとか、日本に帰るたびにまず驚かされることはやっぱりその異常な情報量、広告であったり放送であったり、自分が求めていないのに自分に飛び込んでくる情報量が多い、それに振り回されるような。じゃあドイツはどうかなと思うと、なんか不思議なほど自分の時間がある。それは何でかわからないんだけど、とてもゆったりとのんびりとしていて、日本に帰っても保つことができたらいいなと思うんだけれども、なぜか気づくとちょっとせかせかしてしまっているような自分がいて。音楽家の人生本当に幸せだね。こういう教会の顔になると、町のみんなと知り合って、パン買っていてもこんにちはって、あの時の演奏会良かったよっていう風に話しかけてもらえるように、町のみんなの音楽家っていう風になる。今この環境にいられることがとても幸せで、だけれども一人の音楽家として、一人の人間としてやっぱりフィールドを広げていきたいなっていうのは、もっといろんな人に会いたい、そしてもっといろんな音楽に触れたい、まだ出会っていない音楽の世界にもっと近づいていきたい。